僕は最初アテネオリンピックの経験その経験を買われて今この立場に立たせていただいているというふうに理解をしていましたのでアテネの時にどうやって勝ったかそればかりを僕は当初考えていましたアテネの時は例えば練習に行ったら常に試合と同じ感覚で 練習することが大切だ毎日試合と同じ投手練習をして着地一本も動かないそういった練習を積むことがオリンピックの優勝につながったまさにそういった感覚を自分の中に持っていましたですので選手にもそういった厳しいトレーニングをさせる必要があるそんなふうに思っていましたただそれがなかなかうまくいかなかったんですね なぜかというとまあよく考えてみたら自分でも理解ができたんですけれどもアテネの時は分かりやすく言うと10点満点という上限がありましたですので選手はある一定の難度まで満たせばあとはその完成度をとにかく高めるその練習に集中することができたんですねただ今は 10点満点を超える上限なしのルールに変わりました選手の身体的な負担そして難しい技を習得しなければいけない時間こういったことがアテネの状況とまるで違いましたあるいはあ身体的特徴も全然違います僕は1 7 2センチあるんですけども今内村選手白井選手大体みんな1 6 0 前半から高い選手で65ぐらいということになっています。そういった身体的特徴も違う、あるいは何度も違いますよね。僕らは E 難度、一って F 難度までだったのが、今は G、H、I までやる選手も、そういった中で、果たして同じ練習が同じ量できるかどうか、そういったことも考えていかなければいけない。ましてや 指導経験もほとんどないままに10年、20年指導しているコーチの皆さんを私が引っ張っていかなければいけないそういった中で今やっているやり方も含めてアテネの時に何が大切だったかそこを融合させる必要というのは間違いなくありますそういったことが2年、3年やってきてようやく分かった。 あそんな経験をさせてもらいました。皆さん、体操で言うと団体競技、個人競技えどちらがイメージとしてありますか？団体団体じゃないかっていう人どれぐらいいらっしゃいますか？あまりいらっしゃいないですね。じゃあ個人競技個人競技だろう。あありがとうございます。あの僕も体操は個人競技。 だと思っていますでも皆さんが期待しているところ団体で勝つところじゃないかなというふうに思っていますアテネもなんであれだけ国民の皆さんに記憶に残ったかやはり団体で勝ったからじゃないかなというふうに思っていますまさにあの栄光への架け橋みんなで掴んだ金メダルあれがやはり皆さんに感動を与えられたそんなシーンだったと思いますでも体操は個人競技なんです なぜかというとシンクロ、今はアーティスティックスイミングですねアーティスティックスイミングのようにみんなでその場で演技をするわけでもないですし陸上のリレーのようにバトンを渡すこともない選手が個人の演技をしてその合計が団体になっていくだったらチームワークなんて必要ないんじゃないかそんなふうに考える人もいるかもしれません。そういったことを自分でも 考えていたたこともありましたでも僕はすごくチームワークが必要なんだと思いますなぜかというと体操は先ほどお話しさせていただいたように今アイランドまで来ています白井選手がたくさん自分の技を作っていってます体操はどん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 進化していくんですね正直今の選手が演技をしている技できないの僕たくさんあります 練習でももも一度もやったたことない技もたくさんありますそんな中でその感覚を正しくどうやったら指導できるかはっきり言って限界もあるんですねそんな中じゃ誰がその感覚を持っているかそれって選手なんですね選手は日本代表になるためにお互いがライバルだけれども日本が強くなるっていうふうに考えた時にはその選手たちが惜しげもなく 今自分が持っている感覚っていうのを他の選手に伝えて情報共有することが日本の競技力向上につながるんですねそういったことをライバルである違う所属の選手にどれだけ伝えられるかそれがすごく大切なんですそういったお互いが高めていこうっていう雰囲気をいかに作れるかそうすることで子が集まる 強いチームになるんじゃないかなというふうに私は考えてそういった合宿の機会なんかを非常に大切にしています。